古代中国創造上の巨大魚の名を持つ、台湾で初となる国産潜水艦海鯤型1番艦が、9月28日、台湾南部高雄の造船所で進水式を迎えたよ。この建造計画は蔡英文総統が熱心に進めたもので、進水式での祭祀は念願叶ったということか、感無量だったようだな。海鯤潜水艦は言うまでもなく、近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるぜ。さて今回は台湾初の国産潜水艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国は台湾の潜水艦に身の程知らずと非難したんだけど、逆に言えば、中国にとってかなりの深刻事態だから、過敏に反応したのではないかとも見られているね。通常動力型潜水艦の海鯤は、その名にふさわしく、通常型としては大きい艦体なんだけど、同タイプの海自最新型潜水艦太平型よりはちょっと小さいみたい。特徴としては、太平型と同様、高性能リチウムイオン電池採用により2週間ほどの連続潜航可能と推測されること。アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること。さらに高性能長距離誘導魚雷射程約 50km を装備していることだね。兵装の中でも、マーク48魚雷は時速70から 100km、敵が回避しても再指令によって何度も攻撃を繰り返すしつこい魚雷で、もはや水中対艦ミサイルとみなしても誇張ではないほどのスペックだよ。アメリカの最先端技術が使われていることから、太平型よりも高スペックではないかと考える防衛軍事関係者も少なくないらしいな。台湾は潜水艦を自前で作ったんだけど、建造のノウハウはないんだ。ではどうやって作ったかっていうと、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道があり、つまり民主主義勢力連合というわけだね。噂では、日本にも参加要請があったらしいが対中関係などに鑑みて、軍事的協力は断ったらしいが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあると囁かれているらしい。作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるようだが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在なため、潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないだろうな。世界の多くの国は中国との国交を選んだため、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交していて、日本も例外ではなく、そのため、台湾へ武器を輸出することは一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発。巨大市場を武器に、貿易制限中止の報復に出るのがいつものやり口になっているんだ。実例として、オランダ潜水艦を売却とフランス1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けているよ。例外はアメリカだな。台湾の安全保障を謳う国内法台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けているぜ。正面から対決はしないが、全面的に認めるというわけではないというアメリカの上手な方針ってわけだ。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じだよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は中国にとって最大の衝撃だったと思うよ。台湾が輸入しようしたら、輸出しそうな国を経済制裁で脅し中止に追い込めたんだろうけど、自前となれば脅しも効かないし、台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったってことだね。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保するのが安全保障の肝と痛感したんだと思うな。自国で潜水艦を建造した台湾には次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発?という気の早い話題も飛び出しているな。スタンドオフミサイル最大のメリットは敵の射程外から狙える距離の長さで、中国が着上陸作戦に出るとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは空軍基地や、レーダー防空設備、軍港などが当然で、敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石だぜ。このため台湾は反撃能力の確保にも熱心で、
中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産を開始しており、また射程 1200km の改良型も開発中らしい。中国本土でのターゲットは、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市と見られていて、またミサイルは中国側から攻撃しにくい台湾島南北の険しい山脈の向こう側東海岸に配備して相手を攻撃する狙いがあると推測されるよ。両地点は十分射程内だけど、巡航ミサイルは撃墜回避のためジグザグ飛行をするから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離と言えるんじゃないかな。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルで、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあるけどね。となると、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載し、反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもあるらしい。しかも10発以上の搭載を目指しているという説もあるし、さらに射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、航海まで進出して首都北京をさえ伺うことも不可能ではないと思われるぜ。この潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いないだろうし、万が一北京を攻撃されたとなったら、共産党指導部の権威は失墜間違いないだろうな。以下はある人が想定した台湾有事が起きた場合のシナリオとなっているよ。中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して、台湾潜水艦は攻撃してくるだろう。以前は台湾有事になっても、全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、台湾には老朽潜水艦が4隻だけで全く勝負にならないと考えられていた。しかしもはや状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃として複数の海困窮で出撃すれば、中国海軍は対潜戦能力では劣るから、行動を制限されてしまう。太平洋側への展開は愚か、艦艇は軍港から出ることすらできなくなるかもしれない。そして万が一にも、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高く、侵攻作戦も中止せざるを得ないと思われる。台湾有事になれば日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下で密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で中国が制空権を握るのはほぼ絶望的。となればこの海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や対潜哨戒機に次々に発見されて、撃沈される可能性が高い。潜水艦とは火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても西側が撃沈したとは中国が公言できっこない。自分の弱さをアピールするようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまうわけだ。こうなると台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまうだろう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を量産して中国の脅威に備える予定らしいなどという話が、ヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと聞くし、情報戦でも駆け引きなどが激しくなっているようだな。まあ一つ言えることは、中国集大成の台湾武力統一への執着のせいで台湾が潜水艦を建造したようなものだから、ネタコを起こしてヤブから蛇を出したようなものだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本が次期戦闘機開発に着手してから、X2 進進のテスト飛行終了後の話が2点3点するような結末となったよね。結局は次期戦闘機を純国産開発するために現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加した形で落ち着いたな。さて今回は、その3カ国共同開発で日本国産の XF9 エンジンが使用されるのかについて、ネット上の意見を紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。早速だけど、
タイトルに関する様々な意見がネット上に出ていたので紹介していくね。残念ながら使われないでしょう。日本がイギリスと組んだ時点で、向こうのロールスロイス社製エンジンで決まること間違いなし、石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるというなら、テンペストはとっくの昔に FCAS に統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載していると思う。すでに予算がついているなんて当然のことが書かれているけど、国会を通ったのだから、言うまでもなく予算はつくでしょう。そもそも F3 戦闘機のエンジンはロールスロイス社が主管になっているのだから、日本は圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるだろう。日本国内向け以外の F3 にはロールスロイス社が責任者となっているエンジンが採用されるのは間違いない。日本向け F3 にはオプションとして、石張が作った X9 エンジンを乗せるかもしれない。どうしても日本が国産エンジンでないといけないと主張したら、日本用の F3 だけなら乗せることが可能だと思う。もし、そうなったら、ロールスロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょう。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は蚊帳の外になってしまう。ユーロファイタータイフーンの動力源として搭載される軍用ターボファンエンジンの EJ200 のタービン温度が、1550度という数字はデビュー当時のものである。買ったと思って喜んでいるなら、考えがお気楽すぎる。ここで日本の IHI にタービンブレードを作らせたら即解決でしょう。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れると言って、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗した。だから日本メーカーが、その尻拭いをするのは当然だろう。ロールスロイス社はトレントエンジンでも高圧タービンを手放すことはなかった。ロールスロイスは発表していないから具体的温度はわからないけど、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より出力 30% も割増となった。当然、バックにはハイスピードなテクノロジーの進歩があるのでしょう。日本製エンジンは使われることはないだろう。エンジンは実績が重要であり、昔よりコンピューターが進化して、今は正確なシミュレーションができるようになったけど、実際に使ってみないと不具合さえも出てこない。予算がついたからといって国産主導するとは限りません。従来のように日本は大金を出して完成品を買うことになると思う。もし国産にするのであれば、入札課税契約となるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるでしょう。日本ではすでに次期戦闘機エンジンの製造と、機体設計に予算がついているから日本製エンジンが当然使われるだろう。軍事に限って言うと、ニュースでも利権が絡んだリークや、観測気球のような記事がいっぱい出ている。だけど、ヨーロッパのサッカー選手の移籍や監督の話は、代理人が有利な契約ができるような情報を流すけど、軍事は動くお金も大きすぎるせいか、そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされないでほしい。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで石川島播磨重工 IHI と契約締結がされている。予算を紹介すると、2021年度は次期戦闘機用エンジンシステムその1で契約相手は IHI で契約金額は158億円。続いて2022年度は同じくその2のエンジンシステムで、契約相手は IHI で契約金額は164億円となっている。これが、次期戦闘機エンジン設計予算から出ているのでちゃんと理解できるし、IHI が設計したエンジンを次は製造する工程に入るわけだ。日本は IHI が設計まで契約済みであり、今年度は製造にかかるわけだ。IHI 以外にどの企業が、IHI 自ら設計したエンジンを製造するというのでしょうか？イギリスが2027年に EJ200 の実証機を飛ばすことができれば問題ない。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の試験段階で摂氏1800度以上を叩き出した。結局のところイギリス向けもイタリア向けも、それぞれ自国の企業にお金を落としたいだろうから、当然、ロールスロイス社は自前のエンジンをつけたいと考えているでしょう。そうなったら日本のエンジンのライセンス生産にするということもありなのかな？あるいは、タービンブレードなど一部のネックになる部分を日本に作ってもらうという二択でしょうね。
EJ200 のタービン入り口温度というのが今は一体何度なのでしょうか？ロールスロイス社は旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故や破損事故など起きているけど、それを知らないのかな？その解決策として、日本の IHI にタービンブレードを作ってもらっているわけだが、あまり知られていないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度は1800度となっているけど、ウィキペディアに載せられている EJ200 のタービン入り口温度は 1800K というのは1000倍ということなのかな。イギリスで2027年に飛行させる実証機を EJ200 に加えて SG インテークで行うと発表があったからでしょう。日本は製造しようと提案しているのに、XF9K 以外のエンジンで一体何があるのでしょうか。イギリスには EJ200 しか選択肢はありません。EJ260 もドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンなのに、次期戦闘機をどうやって飛ばすつもりなのかな。タービン入り口温度というのはジェットエンジンの水力を増やすボトルネックなのだから、そこが何度まで耐えられるのかと問いかけているだけ。イギリスで2027年に飛ばすと言っている実証機は EJ200 戦闘機だから、日本は馬鹿にされているのではないかな。要するにロールスロイス社が、自前の力で問題が解決できなかったから、IHI が解決してあげた話でしょう。高圧タービンは手放していませんと言い張っていたけど、中低圧で不具合を出したのに、ロールスロイスは自分たちで解決できなかった。1550度程度ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800度以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理だとわからないのかな。全くと言って良いほど情報は出てこないけど、一応 XG240 はテストを続けているらしい。秘密裏に日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらったのかな。という風に、このような意見がネット上で飛び交っているが、いずれにしても次期戦闘機の開発は着々と進んでいるぜ。日本政府が第三国への輸出を容認することを決定したことについて、中国外務省の林健報道官が3月26日の記者会見で深刻な懸念を表明すると述べたことからも、抑止力になっていることは間違いないからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本は2023年度の防衛予算案から従来までのその額を大幅に増額する方針を打ち出し、政権を担当する現岸田内閣は、2023年度から2027年度までの5年間での総額をおよそ43兆円規模にまで拡大させることを表明したよ。これが実現すれば最終年の2027年度の防衛予算案の額は、これまで冷戦期から暗黙のルールとして、日本の歴代の政権が維持してきた対 GDP 比で 1% 以内という目安を超えて、同 2% の水準にまで引き上げられるな。今回はイージスシステム搭載艦の新造開始について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした防衛予算額の引き上げは今でも一部の野党や団体個人から、これまで太平洋戦争の敗戦以後、長らく積み重ねてきた日本の専守防衛という理念を無にする行いだとして、多くの批判の声が上げられているよ。しかし中国による南シナ海や東シナ海を軍事的な勢力下に収めんとする動きの激化は、台湾有事やその際に派生するであろう南西諸島方面への脅威の高まりを前に、多数の国民からは防衛予算案の増額はやむを得ないと捉えられているんだ。これは選挙結果から見ても現政権与党である自民党と公明党が支持されていることからも裏付けられているが、2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったことでさらにその承認につながった感は強いように見えるな。こうした状況下の日本において2024年度の防衛予算の概算要求では単体でことに大きな費用となる、イージスシステム搭載艦2隻の取得費用及び、それに関わる付帯経費として総額で4546億円が盛り込まれたよ。このイージスシステム搭載艦2隻は無論海上自衛隊が運用する艦艇となるものだけど、2024年時点で同隊は8隻のイージス護衛艦を保有運用しており、既
存のそれらの艦艇との違いを認識しておく必要があるだろうね。既存の海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、建造が古い順に金剛型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻で構成されており、いずれもアメリカ海軍のイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに日本で建造されたものなんだ。これらのアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や、海上自衛隊のイージス護衛艦がイージス艦と総称されている理由は、アメリカ製のイージス武器システムを搭載する艦艇であるからだよ。イージス武器システムは正式な名称は AEGIS ウェポンシステムマーク7であり、アメリカ海軍と現ロッキード・マーチン社が1960年代から1970年代に新たな艦隊防空を担う兵器システムとして開発を行ったものだな。ただし開発されたイージス武器システムは、当初の主目的であった艦隊防空任務に止まらず、レーダーセンサ類とデータリンクを可能としたコンピュータシステム、それに各種のミサイル等の兵装を連携させることで様々な戦闘に対処可能となっているぜ。これによりイージス武器システムは対空対艦対地等の各局面の戦闘に迅速に対処可能なものとなり、一度に同時対可能な目標の数は実に128箇所を超えると言われており、それら捕捉した目標から脅威度の高いものから順に10箇所以上を同時攻撃可能とされているわけだ。イージス武器システム自体の1セット分の調達費用はおよそ500億円程度と目されており決して安価とは言い難いものの、1960年代末からアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦全艦に実装されているね。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は全27隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦はすでに70隻以上が建造されているため、イージス武器システムの調達費用もその大量導入で能力に比してコストパフォーマンスは向上したとも言えるんだ。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦は、2024年時点で8隻を保有運用中であることは前述した通りだが、実は2023年度以降の防衛予算案の増額に伴い、さらに2隻を新規に建造することも計画として計上されたな。さて、そんなイージス艦とイージスシステム搭載艦の違いだが、後者は2020年6月に当時の河野太郎防衛相が、これまで導入する方向で進められていた、陸上配備型のミサイル防衛システムである、イージスアショアの計画を急遽中止したことに伴い、その代替策として新造が決まった艦艇だね。それまでイージスアショアは日本の山口県と秋田県の2カ所に配備する計画で、およそ4500億円の費用を投じるものだったんだけど、ミサイル本体を加速させるためのブースター部分の、落下位置を制御することが困難との理由で中止が発表されたよ。当時の2020年も現在の2024年でも、日本のミサイル防衛は8隻を有するイージス艦が搭載する迎撃ミサイルによって、中高高度では担うこととなっており、これを突破された場合の終末段階用に PAC-3 等の地上兵器が想定されているね。しかし中国による尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への軍事的な圧力が年々増してくる中で、貴重な艦隊防空能力有するイージス護衛艦をこれまで通りに、ほぼミサイル防衛のみに従事させることは限られたリソースの配分の点からも厳しくなっていたぜ。そこでイージスアショアを配備することでイージス護衛艦の有効活用を図ろうとしたわけだが、前述したようにそれはブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で結果的に断念することとなったと思われるわけだ。個人的にはこれが今のタイミングであれば、イージスアショアを配備予定であった山口県と秋田県の2カ所に、そのブースターを空中で破壊する仕組み、例えばPAC-3や高射機関砲等を専属配置する案も出せたのではないかと感じるな。それらが確実にイージスアショアのミサイル本体から切り離されたブースター部分を、民間に被害を生じさせないように破壊できるか否かは断定できなくとも、今のロシア・ウクライナ戦争を見れば、本当の戦時には多少の犠牲もやむなしとの判断も下った可能性はあるかもしれないね。家庭の話をしてもしょうがないかもしれないが、何にせよ日本はイージスアショアの導入を断念したため、その代替手段を検討し再度そこで選択された手段を迅速に配備する必要があり、
それがイージスシステム搭載艦2隻の心臓と相なったぜ。当初はもっと大型な艦艇となるとの情報も流布され、一部でその規模に疑問の声も上がったイージスシステム搭載艦だったけど、その後は縮小修正され基準排水量で 1.2 万トン、全長で 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルとアナウンスされているね。それでも最新鋭のマヤ型護衛艦のスペックが、基準排水量で8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルであることに比べれば、イージスシステム搭載艦は一回り以上は確実に大きいことになり、海上自衛隊で最大の水上戦闘艦となることに変更はないみたい。現時点で防衛省サイドからはイージスシステム搭載艦には、主目的であるミサイル防衛用にアメリカ製の迎撃用ミサイル、SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 を実装する予定だと説明されており、これでイージスアショアの役割をカバーする方向だな。これに加えてイージスシステム搭載艦では、先頃日本がアメリカからの調達を決定した、トマホーク巡航ミサイルの運用も行う予定であることが打ち出されており、かつ国産で開発中の首都に意識地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用も予定されているというぜ。イージスシステム搭載艦浜屋型などの既存のイージス護衛艦と比べ艦隊が大型化されていることもあり、SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 やトマホーク巡航ミサイルを運用するんく。41VLS の数は実に128セルとマヤ型から32セルも増加しているらしい。国産の首都に意識地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用の運用については、マーク 41VLS には運用統合がアメリカ側の OK ができないため、専用の4連装の発射塔を別途2機実装すると目されているね。それじゃあ今回はこの辺で。わいよかったら、チャンネル登録してね。